野菜たっぷりヘルシーなランチ。まずは吉田町神戸ののどかな場所にある農家カフェそらベジ。お店の隣にある自家農園青空ファームで栽培した野菜を使った農家が営むカフェです。今種からまいたお野菜を育ててるんですけど、それを使ってここでお野菜の料理を提供して無人販売の方で買っていただくっていう流れの中でこのお店を開きました。年間通すと60から70種類くらいは作ってます。ランチのメニューは一つ、日替わりおまかせランチ。お野菜がいろいろその時によって違うので、一応おまかせランチっていう形になってます。冬のおすすめは大根のグリルです。大根のソテーはオリーブオイルとあと塩コショウで焼いてます。大根意外と生だと辛みがあるんですけど、焼いちゃうとねちょっと甘みがついてほっくりします。収穫したじゃがいもをたっぷり使ったキッシュに。この日の副菜は大根とこんにゃくを煮込んだおでん。揚げ物は車麩と葉物野菜です。揚げ野菜は今日は大根の葉っぱとこのわさび菜の天ぷら。揚げることで辛みがありつつも甘みが増すんです。車麩は揚げるとお肉のような食感に。お肉、今日のメインはミートローフなんですけど、その中に玉ねぎと赤いパプリカ、インゲン豆が入ってます。豚ひき肉を使い軽く焼き目をつけているので、まるでふわっとしたハンバーグのような感じです。ご飯は自家栽培のお米を7分づきしたものを炊いています。玄米より食べやすく甘みが満載です。この日のデザートは生姜が効いたパウンドケーキ。選べるドリンクの人気はスムージーです。料理に関しては今だいたい 90% くらいは自家野菜をメインにお料理提供してます。なるべく当日収穫したお野菜を使いたいと思ってます。カフェタイムでおすすめなのは期間限定のスムージーです。グリーンレモン自体はすごい酸っぱいので、みかんの甘みとあとオリゴ糖の甘みで飲みやすく仕上げてます。ランチタイムは要予約。旬の野菜が堪能できるそらベジです。